女優の広瀬アリス28が25日までに X、旧インスタグラムを更新。自身の白髪を写したショットを公開した。この日、広瀬は「私ったらショックだよ。白髪だよ。」とつづり、手の甲に置いた短めの白髪を披露。あまりにものショックだったのか、その白い毛を鮮明に激写し投稿している。毛髪なのだろうか それともどこか他の部分なのか、広瀬のファンにとっては少し心配になるところだ。そんな広瀬に、ファンからは、大人の怪談、福白がですね、生きてる証拠ですね、初めて見つけたときはショックでした。白髪があっても素敵ですよ、その気持ちわかります。最初の一本はかなりショックでしたから、どんなアリスちゃんでもみんな大好き、短いねどこのけ。疲れてるだけよ、どこの。 少し早いなあ、わかるわかる、広瀬さんならどんな髪色でも美しい、などのコメントが寄せられた。大河ドラマ、どうする家康、NHK、では、徳川家康の側室であるお祝い合の方を演じている広瀬。約10ヶ月ぶりの復帰作とあって、最新の投稿では徳川家康を演じる松本潤、40、と笑顔のツーショットとともに、率直な感想を述べている広瀬。 またワンステップ成長した彼女の今後が楽しみだ。